臨地をご行中の市民の皆様、こちら昨年の参議院選挙におきましてお世話になりました確認団体維新政党新風西三河支部の情報宣伝隊であります。本日は これから行われるでありましょう総選挙に対する維新政党の政策見解、そしてまた自由民主党、左翼民主党に対する我々の提言、還元を訴えさせていただきます。まずご当地の自民党支部長でもある大村議員の即応に対して、維新政党新風の党員のところに苦情や批判が集まっております。大村議員に対して一言耳の痛いことを訴えさせていただきます。それでは詳しい青年党員からお訴えさせていただきます。ご清聴ください。良識ある安城市民の皆さん、有権者の皆さん、私どもはご当地愛知13区を選挙区としている、現在は麻生政権の厚生労働省副大臣を務める大村秀明衆議院議員による政治資金の問題について追及をしている市民グループでございます。皆さん、先般の自公連立福田政権に続いて比較的国民世論の支持が厚いと言われている麻生政権が発足をしました。ところが皆さん、この麻生政権、現在の愛知13区選出大村秀明衆議院議員が厚生労働省の副大臣を務めております。なぜ皆さん、私がこの大村議員の問題を訴えさせていただいている理由とは、この大村議員、皆さん、前々回の安倍政権の時代から内閣府の副大臣に起用されておりました。この当時皆さん、安倍内閣の農水大臣であった松岡俊勝議員が議員宿舎において首吊り自殺を行ったことは多くの皆さんの記憶に新しいところではないかと思います。なぜ松岡農水大臣が自殺をしたのか、当時皆さん国会で問題になっていたのが、当時なんとか還元水と呼ばれていた松岡大臣の政治団体の事務所の経費の問題であります。衆議院会館には本来であれば皆さん、議員一人一人が借りている議員の、部屋には公費によって光熱費、水道代や電気代というものが免除されている。ところがですよ、この公的機関である衆議院会館内において松岡大臣が主催する政治団体の本拠地が記載をされていた。本来であれば光熱費はただなんです。ところが政治団体の収支報告書には、水道水にいくらかかった、電気代にはいくらかかったという光熱費が計上されていた。この問題が厳しく国会で問われたわけであります。そして当時の内閣府副大臣をしていた大村秀明議員、彼もまた主催する政治団体の主たる事務所として議員会館内にその住所地を記載していたわけであります。この問題については当時マスコミ等によって大きく厳しく批判を受けていた大村議員であります。大村議員
委員が支部長をしている自民党愛知県第13選挙区支部がございます。この大村議員が支部長をしている13区支部、この13区支部の皆さん、人件費、現在愛知県選挙管理委員会には過去3年分の政治資金収支報告書というものが公開をされている状況でございます。一番古いものから言いますと平成17年分4180万円、また平成18年分には4170万円、そして一番新しい平成19年分には3600万円という人件費が計上されているんです。ところがですよ皆さん、国会議員には3人の公設秘書というものが国から給料を与えられている存在であります。政策公設第1第2と特別職の公務員として国から給料をもらっている。ところがですよ、大村議員の事務所の人件費を見ると平成17年から平成19年度までの人件費の総額が8400万円ですよ。8400万円も計上をされている状況であります。何故ここまで人件費というものがかかるのでしょうか。一体大村議員の事務所はどれだけの事務員を雇い、どれだけの人件費を使っているのかね。皆さん、大村議員のところがなぜここまで人件費がかかっているのでしょうか。他の議員の事務所の人件費というものを比較してみますと、例えば同じ自民党13区のお隣12区になりますが、杉浦政権衆議院議員の事務所では年間の人件費というものが1000万円以下であります。また三河地区を本拠地としている鈴木誠二参議院議員のところは年間の人件費が1200万円。ここで皆さん、面白いのは大村事務所の人件費平成18年分が約4200万円であります。ところがどうでしょう、鈴木誠二参議院議員の昨年、平成18年分になりますが、1年遅れになりますから平成18年分の収支報告書に記載されている政治資金の本年収入額が4600万円なんです。皆さん、大村議員の人件費が4200万円、鈴木誠二議員の政治資金の本年収入額が4600万円なんですよね。皆さん、政治資金、鈴木誠二の集めた政治資金と大村事務所の人件費が僅差なんです。こんなバカなね、皆さん、人件費ありますか。そうでしょ皆さん、4200万ですよ1年間で。しかも皆さん、愛知県下選出の国会議員、三河部、名古屋部、尾張部、多くの国会議員が選出されております。中でも1億円を超える政治資金を集めているのはご当地13区の大村衆議院議員ただ一人だけです。平成17年には1億2000万円、平成18年には1億1000万円、そして本年公開されている平成19年分では約8800万円の政治資金、この3年間で皆さん3億9000万円ですよ、3億9000万円もの政治資金を集めているんです。私どもは以前から大村事務所の人件費問題、そして政治資金の問題を厳しく追及をしてまいりました。